今日は、まあ、尺八の構え方、当て方っていうところを、さらにですね、詳しくお話ししていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。尺八ワンポイント講座の時間がやってまいりました。尺八奏者の鯨岡徹です。尺八ワンポイント講座シーズン2、これはですね、従来の尺八の音の出し方の説明、教則本に書かれているような音の出し方の説明、そのやり方で頑張ってるんだけど音が出ないなということで悩んでる方にとって、まあ、ちょっとね、新しいアプローチ方法として紹介できたらいいなと思ってお話ししています。あとはですね、そういった従来の、説明で、まあ、足りない部分、行間の部分っていうんでしょうか、あと上手な人、吹ける人が無意識でやってるような部分を細かく言語化して大雑把に紹介されていることをより細かく理論的に順序立ててお話ししております。なので皆さんの学んできた尺八の吹奏理論だとちょっと違うというか部分があるかと思います。それが嫌だなっていう人は見ない方がいいですね。面白そうだなと、興味は湧くぞとか、今のやり方でうまくいかないから、なんかちょっと違った視点、違った発想、違ったきっかけが欲しいなっていう方は見ていただければと思います。ぜひね、シャープ1の方から見ていただけると、僕がね、どんな理論に基づいて、どんな理由で、どんなアクションをしているか、どんな動作をしているかっていうのを分かってくると思うので、ぜひシャープ1の方から見ていただければと思います。そんなところでですね、尺八の当て方、構え方っていうお話なんですけれども、以前の動画でも紹介してるんですけれども、またちょっと違った視点でお話ししていきます。まあ、これはですね、まあ、尺八の音の出る理由に従って、その構造を作りましょうということをまず言ってます。だから具体的にどうこうしましょう、ああこうしましょうっていうことはあんまり言ってなかったりするんですね。多分シャープ2でお話ししてるんですけれども、まだそれ見てないよっていう方はぜひシャープ2の方も見ていただければと思います。基本的に音の出る理由に従って、楽器を当ててください。だからこの歌口の隙間、ここを上から空気で叩きたいね。だからここにちゃんと隙間を作るということを考えて楽器を当てます。まあ、よくある説明で言うと、顎のくぼみと顎あたりを当てましょう。尺八を選ぶときに顎のくぼみと顎あたりがあって、それで音の出る楽器を選びましょうみたいなこと言うんだけど、そんなこと言ってたら尺八始めるハードル高いじゃないですか。で、自分の口の形、人それぞれ骨格違うので、それに合った楽器を選ぶとかってもうほんと結構大変な話なんですよ。なので、それだったらこういった規格もののね、一定の規格で作られたものでも吹きこなせるようになった方が僕は圧倒的にいいと思います。音の出る理由に従って楽器を当てるってことは、やっぱり顎あたりではなくて歌口の部分ですね。歌口の部分を中心に考えます。下唇で楽器と触ってるっていうことが大事になります。顎あたりの位置、顎あたりと顎のくぼみで楽器を触ってるっていうふうに感じるのではなくて、下唇と楽器が触ってるという感じ方ですね。そしてなんとなく尺八吹いてる人、みんなこういうなんて言うんでしょう、楽器が立ってるイメージがあるので、当てた後になんか自然とこうやったりする人がいたりとか、あと45度にとか何度にとかっていう指示とかもあるんですけど、それも理由ないんですよね。何度っていう理由もあんまりないかなって感じでした。あと、立てちゃうっていう、まあ、いろいろな理由あるんですけど、なんか、縦笛、リコーダーのイメージで、こう、立てるっていう人もいますよね。あとは、まあ、吹きやすい、吹きにくいとか、音が出ないからこうやって動かしてる中で、こうやって立てたら音が出たっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、基本的にこう、立てれば立てるほど、穴が向こう側に向いてしまうので、上から叩くっていうのがやりにくくなるんですね。クジラ式尺八吹奏方法の根幹はですね、上から叩くっていうことにあるので、やっぱり、この歌口と隙間でできた穴っていうのは上向いてた方がいいんですよ。だから、まあ、こうなったらもうやりすぎかな。前向いてますもんね。だから角度あんまりつけなくて僕いいと思います。じゃあなんかこんな感じり上がって大変だなっていうふうに思うんですけれども、この角度のまま楽譜見るとグッとこういうふうになるので、楽器はそんなにね、こんなガーってこうなってるわけじゃないです。自然と顔も下がるので、ですね。で、こうやって前から見ると、なんか、
よく見る尺八の構え方の角度ですね。顔まっすぐだとこんな感じになります。楽譜を見るような角度だと、はい、こんな感じになります。ね、ちょっとこれ上目遣いになりますよね。はい。ね、だからね、なんかこう、ぼんやりとした印象で楽器を立てちゃうとか、まあ具体的な数字を出してるんですけど、音の理由と全く関係ない理由で数字が出てるっていうのも、あんまりそこは使わない方がいいかなと思います。はい。それで、下唇とね、楽器が当たるっていう場所、ちょっとこういう図を作ってみました。はい。まあね、なんか、丸いものに場所を示すとしたらね、時計の12時、1時とかっていうのが分かりやすいので、こういう風に当てています。で、下唇と尺八が当たる部分っていうのは、2時と10時の位置が当たるといいかなという感じです。うん、下唇がね。だいたいそこに均等に力が入る感じですね。で、この6時の位置だけに当ててしまうと、まあまあ、まさに顎あたりが顔とくっついてるのになって、まあ不安定なんですね。1箇所だけで触ってると不安定。なので、やっぱり2箇所で触ってること。2箇所で触ってる。2時の場所と10時の場所。この2箇所で触ってるってことはすごい大事になります。で、この2箇所で触ってるっていうことが、今後音色作り、あとビブラートをかけるとか、狩りとかっていうアクションをするときに、またこれ変わってくるので、この図、この感じの図、なんか頭にしっかりイメージしながら自分の尺八の当てる位置っていうのを想像できるといいかなと思います。今後のね、身につけたい技術の土台にもなっていますので、ぜひ尺八の当て方っていうのは注意していただければと思います。2時と10時かなね、だいたい2時と10時ぐらいのところに当たってるとだいたいいい感じになってると思います。はい、まあそんなところで今日は尺八の当て方、クジラ式の、まあ、基準となっているところ。まあね、あの昔の説明だとね、ちょっと足りないところがあったりだとか、理由がね、また関係ない理由になってたりするので、音の出る、音が出るためにはどうしたらいいか。音の出る理由に従って楽器を当てましょうとか、楽器を構えましょうっていうところを忘れないようにしていただきたくて、この構え方、少ししつこいです。以前も話したんですけれども、改めて説明いたしました。ね、さっき出したあの図。なんとなく頭の中に思い描いておいてください。そんなところで今日はここまでにしたいと思います。尺八ワンポイント講座でした。ありがとうございました。